かな雰囲気、とても好きです。次の仕事は？はい、ついていきます。天道万象。たは失礼。すっ。
分それで大丈夫です。レポートにはそう書いて。しばし待とう。元通りになるといいのでござるが。何者だ。待て、あの装置を見ろ。治ってる。だがペルシコさんはまだこの装置はオイラたちが直したんだ。このような邪魔さえ入っていなければ私たちは完璧な休暇を過ごせていたというのに。ふん、さっさと私と進化たちに詫びよ。先に失礼する。おい、俺を置いていくなよ。ペルシコスさんがまだここにいるんだぞ。助けないと。あの二人は目が覚めたみたいだな。どうやら修復に成功したようでござる。やったー。じゃあオイラたちもここを離れようぜ。自分うん。でも今考えるとあそこってオイラたちの拠点でもある気がするぞ。あそこは釉夜浄土兼土道王国大使館といった方が適切かもしれません。え？言いづらいな。オイラ覚えやすい名前の方がいいと思うぞ。さあ行こうぜ。早く家に帰ろう。釉夜浄土の正体満足。おお、大満足だ。よかったです。お嬢様が進化の皆様を招いたのは我らが聖国の降臨を見届けていただくためだけでなく。すごくよかったぜ。あたい、ここが好きだ。本当に来てよかった。ここは永遠なる楽土となるだろう。お嬢様は今後もあなた方と一緒に遊びたいとおっしゃって。おう、もちろんだぜ。時間が空いたらリーウェに来いよ。あたいがいろんなとこに連れてってやる。そうだ、リーウェで一番おいしい飯屋はあたいの友達がやってるんだ。きっと気に入るはずだぜ。それから劇を見たかったらウンキンを訪ねるといい。親切な上に面白いやつと友達になりたがるからきっと劇の話題で盛り上がれると思うぜ。ほう、深淵殿が進めるなら興味が湧いてきたわ。旅人、拙者に一つ案があるのでござるが、稲妻には焼きスミレ売りなる食べ物があり、その風味は魚とよく合うのでござる。稲妻で食べたのでござるか。それ拙者もお主のように実に嬉しい言葉でござるな。ここにいたんですね。一つ問題が見つかりました。うむ、それは拙者も気づいていたでござる。ええ、その可能性もあると思います。それに私の水裏の番が元に戻り使えるようにな、占いの結果に理解できないものがあったのです。装置によるもの、あるいはペルシーコフによるものでござろうか。すみません、それは私にも分かりません。ただ確かなのは、はい、邪魔がなくなり休暇を楽しめるようになったとはいえ、私も毎日占っておきますので。フィッシュル殿をお守りすると約束した以上。ええ、お願いします。はあ、彼女たちはのんきですから。今回の件は私がより気にかけておかないと。おお、なんだ。
するんだな。あれれ、やっと僕に連絡をくれたの？違うぞ、銀融野郎。おや、奇妙な装置？神を模した能力？その言い方、お前も知らなかったってことか？僕はただ酒場で小銭を稼いでる銀融詩人に過ぎないよ。こいつ。それよりも旅人にパイモン。おう、すっごく楽しかったぞ。ならよかった。旅の意味は心の記録にあるんだ。その謎の声が誰なのかは知らないけど、少なくとも彼女は君たちに危害を加えることはなかった。その点から見て彼女の行動は善意によるものだったんじゃないかな。確かにその通りだ。安心してくれたようでよかったよ。その美しい思い出をすべて記録し、詩歌を書こうと思うんだ。それじゃ君たちの帰りを待ってるよ。銀融野郎が大丈夫って言うんなら、多分なんて言ったってあいつも神だしな。もう戻ろうぜ。さっきフィッシュルがカニを捕まえに行きたいって言ってたんだよな。こたびの件を解決したあなたは、その充足感と喜びに満た。安心して、被害は加えないわ。というより、私はただ偶然この海域を通った小鳥。たまたまここには私と関係する力があった。それが気になって浜辺に降り立ち、本当に面白かったわ。公務で忙しくとも、海島に来た人はみんな心の底から笑顔になっていた。そして後から来たあなたたちも言うまでもなく、輝かしい無境と美しい意志をもたらしてくれた。あなたたちの剣舞はまるで海面上の泡のように、私は遠出することができないの。あなたたちのような自由な人がとても羨ましい。だからちょっとした仕掛けを施したの。言ったはず、私に目的はない。あなたは特別な人よ。異なる色彩を放っている。とても気になったから、私の名前は気にしないで。おそらく将来、他その時が来たら、きっとあなたも私のことを知るはずよ。